ひろです。くるくるくる、ただいまひろです。今日は AV のジャンル分けについてお話ししたいと思いまーす。AV っていろんなジャンルがあると思うんですけど、うん、特に今日は見る側のジャンルもそうなんですけど、まひろさんが撮影する側に立って、どういう風なジャンル分けで撮影に挑んでるのかなっていうのを聞きたいと思います。はい。私はそんなになんか詳しくないし、専門用語になっちゃうかもしれないし、ちょっとご期待するかわかんないんですけど、大きく分けたら3つだと思ってて。あ、3つなんですか？大きく分けたら、ドラマもの、攻める系、やられる系だと思ってます。3つ。あ、そうなんですか。この中からちょっと派生していくっていうイメージ、自分の中では。まあでもあとあれかな、ドキュメントもあるか。ドラマとドキュメントもちょっと違うんですか？別です、別です。ドキュメントはドラマは台本があるって言ったんですか？そう。ドキュメントはしっかりした台本はない。なるほど。ちなみに、まあ多分人によっても違うんでしょうけど、まひろさんは今の4つで言ったら、何割って感じなんですか？なんやかんや、でもドラマっぽいのが多いですかね。ドラマ 5、 5やられる、 2、やる 2.5、 ドキュメント 0.5 ぐらい。あ、やるのはちょっとやられるより多いですね。はい、そうですね。じゃあ半分のドラマなんだ。なイメージですね。じゃあちょっとドラマの方からちょっと整形も教えていただけますか？人妻もの、ゆとりもの、まあドラマの中でもそれでやられちゃう系、やる系ありますけど。ドラマとドラマじゃないのって何が違う？プレイかドラマか。例えばガチ行き4本番みたいなものはドラマじゃなくてプレイものになるんですよ。確かに全然違いますね。そうですね。プレイに焦点が当たってるか物語があるかってことなんですね。そうです、そうです。確かにそう考えたら大きく2つありますね。撮影の能力的にはどっちの方が大変なんですか？いや、どっちも難しい。別ですね。あ、別にどっちがこうとかはないんですね。うん。でもドラマによってもセリフがめちゃくちゃ多い系だったりとか、ドラマの部分が多い系かプレイものが多い系か違うんですよ。その割合とかドラマめちゃくちゃ多い、プレイを細かくみたいな、それかドラマちょっとだけどプレイをいっぱいみたいな。だから大きく分けたけど、ちょっとそのハイブリッド型みたいなのもあるんですね。うん、そうですね。だから大きくもし最初分けるとしたら、ドラマものかプレイものかからになりますね、最初に。あ、そかそか。でプレイものの下にやれるかやるか、やるか。であとはまた全く別のところにドキュメントが。あ、じゃあ3つか。ドラマ、プレイ、ドキュメント。あ、そうですね。でそのプレイの中にやる、やられるかあるんですね。基本でもドラマが多いんだ。でもこの割合は本当女の子によって違います。ドラマばっかりの子もいるんですね。だと思います。プレイばっかりの子もいるし、いると思います。マリさんなんかどっちの方が好きか分かります？ドラマ好きですね。やる系、やられる系でもなんか下にジャンル分けってありますか？やられるだったら複数人、レイプ、凌辱。レイプと凌辱って違うんですか？どう違いません。ちょっとレイプって無理やり、いやーみたいな。凌辱はやめてください。違う気がしますよ、レイプと凌辱。一緒かな？レイプ、凌辱。いや、同じかな、同じかも。まあ、だから、複数人か一人かっていう違いなんですかね、うん、基本的には。確かに、複数人プレイか一対一か。うん。で、その複数人の中だったら、ガン好きか普通か。ガン好きって何ですか？なんか、絶え間ないデカチンの嵐みたいな作品があるんですよ。はいはいはい。ガン好き系っていうのが業界でもよく言われるんですか？ああ、そうですね、ガン好き、うん、今回ガン好きだなって。へえ、それちょっと見てる側だと分かんなかったです。あ、本当ですか？で、やる系はまた分かれるんですかね？やる系はでも小悪魔、知女。知女はもうなんていうか、隠語お姉さんみたいな、はい、小悪魔はなんかいたずらっ子みたいな。ドキュメントはどういうのがドキュメントなんですか？最近撮ったやつだと5周年記念作品があったんですけど、は私が男優さんを3人指名して、で私のこの YouTube でやってるまひご酒の企画を
プロデューサーさんがいいねってなって、指名した3人の男優さんとお酒を飲みながら移動していくっていう。だから台本がないから、なんていうんですか、キャラ設定とかもないから、その私の状態でできるっていう感じ。もうちょっと、まあ、プレイにも近いのかもしれないですけど。プレイは素ではないですもんね。え、そうですよ。素だけど、まあ、なんかちょっと設定はあったりしますよね。だから全くの設定なしのただいまひろの状態でができるのはドキュメント。コラボで企画でなんか大人数でやるとかってまだあんまりないんですか？え、大人数って女の子か？はい、昔ありましたよ。 SOD の乱行パーティーみたいな作品が2つ出てます。そうなんですね、うん、それでもプレイに入るのか。そうですね。あ、ちょっとドラマプレイって感じですね。ストーリーがあったので。いや、面白いなそれ、うん、難しいけど、まあ、本当に細かいし、もしかしたら私の思ってる感じと違う場合があるかもしれないけど、そんな感じで業界では言ったりしますね。監督さんもドラマばっか撮る監督さんとか、プレイばっか撮る監督さん、あ、います、いらっしゃいます、いらっしゃいます。やられる系、その中でもしか撮らない監督さん、あ、います、います、います。やられる系が得意な監督さんとか、ドラマが得意な監督さん、ちょっと特殊な作品ばっか撮ってる監督さん。例えば女の子のファンもあるかもしれないけど、うん、なんか単純にこの作品の設定とか雰囲気好きだなと思った、その監督さんで調べたら、うん、結構いい作品に出会えるかもしれないとか。あ、そうですね。私が撮ってもらった過去の作品で前田文豪さんっていう監督がいるんですけど、その方はすごいドラマものをよく撮っていて、光をすごい意識して撮ってるみたいな感じだから、プレイのですよ。バックの時になんか後ろから当たる光がすごい綺麗とか、ドラマものの光をすごい意識してるとか、あとその監督さんだと私が思うのは、いつもお風呂でのシーンが絶対あると思ってて、ガラスにこうやって貼り付けてバックするシーンが絶対あるんですよ。なんかちょっと声がちっこくなってきた。不安になってきた。その監督さんだと、そう、光を意識してるとか、絶対このシーンがあるとか、特徴がやっぱりあると思うので、好きな作品があったらその監督さんで見ると近しいものがもしかしたら見つかるかも。すごいですね。映画みたいに光にこだわってる人もいるんですね、うんうん、あ、そうです、そうです。あとはその服装にこだわってたりとか。そこも監督のこだわりだもんね。あ、そうです。あとは朝霧ジョーさんっていう監督が撮ってくれた作品があって、結構前に、それは私とお話をして、あ、まひろちゃんにはこんな作品が合う、こんな服を着てほしいって考えて作品を作ってもらって撮ってもらったことがあります。全部こだわりなんですか、監督さんの。そうだと思います。売れてる人気シリーズとかじゃなくて、自分が見たその子に合った作品を撮りたいって思う監督さんもいる。いや、なんか急に自信がなかった。え、ちょっと不安になってきちゃった。人のことになったら不安になってきちゃった。確かに、そうですね。はい、皆さんいかがだった？はい、それでは皆さんいかがだったでしょうか？今日は AV のジャンル分けについてお話ししてみました。いろいろ知ってもらって、もっと AV 業界のことを好きになってくれたら嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ただいまひろでした。バイバーイ。